奈義町と鳥取県智頭町にまたがる標高1225メートルの奈義山。山開きには奈義町と智頭町から観光協会のメンバーや地元のトレッキングガイドらおよそ30人が参列しました。神事では登山口に見立て縄が張られた下を参列者が歩く上り染めの儀が行われ、シーズンの安全を祈願しました。奈義山は初心者でも登れる山として人気があり、条件が良ければ山頂からは北に鳥取砂丘、南は小豆島まで見渡すことができます。見えるぐらい見晴らしは良かったですね。はい、綺麗だったです。今がちょうど登りやすいのかなっていうような、あったかくてちょうどいいぐらいかな。この時期は鮮やかな色のツツジや新緑が楽しめ、これから秋にかけ多くの登山客が訪れます。